まあ、あいつも結婚したりとかもあったんで、最近だと、そんな無茶はしなくなったかなっていう、前みたいに昔は本当若い頃とかお互いもうめちゃくちゃなことばっかやってて、真冬の本当江ノ島の防波堤から行っちゃえよって言ったら本当に飛び込むやつだったからで、俺は俺であいつと一緒に箱根の山とか時間ばっかあったんで外に行くことがないから暇すぎたんですよ。だからもう真冬のなんか芦ノ湖のそばの箱根の山のなんか池とか凍ってたら、そこなんかスケートだとか言って滑っていきなりひび入ってマジで死にそうになったりとかやってたっすけどね。さすがにまあ今はだいぶなんだろうな、まあこれ撮ってる現在ではそういう風になんかまあ2人で飲み行くとかそういう関係っていうか気づけない状態じゃないですか、やっぱそのレコーディングで会ったりとか LINE するぐらいなんで、まあ、飲んだらまあ相変わらず喧嘩とかもするし、そんな感じっすね、めちゃめちゃあるけど、ファニーなやつだったらあれっすね、名古屋かな、大阪かどっちか忘れたんですけど、ライブに行くって言ったら台風来て結構新幹線のダイヤがめちゃくちゃになっちゃって、で俺たちが乗るはずの指定席のやつがもう先に行っちゃったりとかしてて、時間通りじゃなくて、まあ、それはアナウンスされてて、あのどんどん順次出ますんでっていう風に言われてたんですよ。だからそこでマイティクラウンとかファイアボールとかも多分別便だったのかな、それがあってなんかやばいことになりましたねみたいな感じで話してて、俺いけないんじゃないですかみたいな話してるうちになんか缶ビールとか飲み始めてて、俺たちは下行っちゃってたから、悪いのは俺たちなんですけど、まあ、その時にもう次に小玉が来て、もうこれに乗るしかないって言ったけど、もう本当乗車率 120% 超えっていう当たり前になってて、ちょうどトイレの前にスーツケースを置いてそこに座ってたんですよ。やっぱすげえ臭くて、でなんかこのまま名古屋とかまで行くのきついなって思ったから、ちょうどドアのところにいた吉野に、吉野っつって、そっちちょっと辛そうだからスーツケースに座っていいよって言ってそっちに座らせて、で俺はドアの方行ったらくせえってあいつがずっと言っててあれはちょっと申し訳なかったなっていう、はめちゃったなって感じでしたね。とりあえずなんか高知行った時にラブジャマっていう老舗のところなんですけど、そこでライブやってて、で終わって、でなんかまあすごいファンなんですって女の子とかも来てくれて、でまあ普通にバーカンで俺は話してて、そしたらなんかその子のことが好きな男みたいなのがちょっとまあ来て、なんか絡まれるというか、何なんすかみたいな言われて、でいや別にそうナンパとかじゃなくて話しかけてくれたからっていう話をしてたら、なんかまあちょっとなんかそういう結構激論みたいになってて、でなんか燃えたぎる感じになってきてんなと思ったら、予定ないはずの吉野がメタルの DJ 勝手に始めてたっていうお前かみたいな急に全然ヒップホップじゃないかかりまくってて朝方5時からで、まあ俺普通にもうホテル帰って寝てたんですけど、あいつ10時まで DJ やってたって言ってましたね、その時お前すごいなっていう。